海と日本プロジェクト in 宮城。三陸気仙沼の海は潮の流れと山からの栄養で、昔から良質な海藻が育つことで知られています。中でもワカメは肉厚で柔らかく、全国屈指の品質。ところが商品として流通するのは主に葉の部分で、茎の下にあるメカブは調理に手間がかかることから、地元での消費がほとんどでした。40年前にうちの会社が創業しまして、でその当時はワカメの根っこであるメカブの部分っていうのはあまり流通されず、浜の人たちがだけが食べる食材であったんですけど、食べると美味しいんですよね。この美味しさっていうのを全国の人に届けたいという思いから始まりました。弊社では旨味と粘りを閉じ込めるために、メカブを茹でてからカットする昔ながらの製法で作っております。そのため、出来上がった製品はシャキシャキとした食感が残る特徴のあるメカブになっております。今まで食べてきたメカブは何だったんだろうかっていうような、そういった嬉しい言葉もいただいています。そんな丸重商店で、さらにメカブの消費拡大を考えた商品が開発されました。10秒で美味しいメカブは、冷凍庫の隙間で保存が簡単で、環境に配慮し紙のパッケージを使っています。従来の商品を買っていただいているお客様の方から、毎日食べると毎日そのプラスチックのカップのゴミが出るのがもったいないっていう声もいただきまして、カップの方をやめてしまいまして、海洋プラ問題の方の取り組みもしていきたいなと思っておりました。やっぱり私が思うには、気仙沼の産地の方が一番おいしいメカブができますので、日本全国の食卓に並ぶように、はい、届けていきたいと思います。海と日本。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してくださいね。